皆さんこんにちは、ピオユナです。本日は2020年2月購入品紹介をしていきたいと思います。初購入もたくさんあります。はい、まずはフードコートの紹介です。フードコートは毎回行きます。私が好きなソフトクリームとスムージーは絶対、そして定番のホットドッグ、そしてこちらも定番商品、みんな大好きクラムチャウダーです。この日はね、比較的空いていたのでスムーズに注文することができました。混んでいる時はかなり時間がかかります。ホットドッグにソーダがついて、こんな感じで4品です。ソフトクリームはこちら、北海道とカカオのミックスを選びました。とっても大きいです。そして甘おスムージー、自然な甘みがとっても美味しかったです。大満足して帰宅したので、いつも通り購入品紹介します。はい、1点目、パンパースサラサラケアパンツ M サイズです。74枚入りのパックが3パック入って3898円です。 Amazon でもね、お得な場合があるんですが、定期便にしたりといろいろ縛りがあったので、我が家ではコストコで買っています。外箱はレジでお願いして回収してもらいました。ゴミが減るので助かります。ダンボールをね、回収してもらえるっていうのを知らない人が意外と多いなというふうに思ったので、皆さんもね、外箱いらないよっていう人はぜひレジでお願いしてみてください。はい、次、スコッチブライトファンスポンジ8個入りで898円です。何がファンなのかって感じなんですけど、多分柄がね、ちょっと可愛いよみたいな感じなのかな。柄2種類でそれぞれ4個ずつ入っています。こんな感じで柄の方が硬い、そして裏側に柔らかいスポンジがついています。はい、次、以前も詳しく紹介しましたフロランタン18枚入って1780円です。詳しいレビュー動画出しているので、そっちもぜひご覧ください。とっても美味しいのでおすすめです。この時期しか出ません。はい、そしておなじみ、私の大好き博多あまおうです。なんか前回より200円ほど安くなってました。1498円、立派ですよね。大きい真っ赤な実がたくさん入っています。ツヤっとしていて美味しそうですよね。というか美味しくないわけがない、私は知ってます。はい、こんな感じで小ぶりなものを一つね、取り出してみたんですが、それでも立派です。いや、もうね、美味しそうでしかないです。はい、そしてわかるかな、この白っぽくなりがちなヘタの周り、ここもね、しっかり真っ赤で美味しそうなんですよね。食べてみると中まで赤くてとってもジューシー、最高です。ありがとう。続きまして、こちら宮崎県産しらす干しです。 100g あたり399円。塩抜きをすると離乳食などにも使えてとても便利なので、我が家ではストックを切らさないように購入しています。近づいてみると身もふっくらして、全然パサパサした感じがなくてとっても美味しいです。続いてこちら、やめさんの花姫トマトです。たくさん入って698円です。ここにデザート感覚でお口にポンなんて書いてありますけど、お口にポンするにはちょっと大きめかな、ミディトマトくらいのサイズです。次はこちら、シャウエッセンです。 1020g 入って1368円。シャウエッセンの持ち味であるパリッとした美味しさを引き出すのは黄金の3分間ボイル、お湯が沸騰したら弱火にして3分間ボイルする調理方法です。ぜひ試してみてください。続きまして、こちらカナダ産三元豚バラ肉です。 100g あたり108円の商品、我が家でも定番商品になっています。調理方法も様々あって、塩コショウで炒めるだけでもとっても美味しいですし、お好み焼きに入れても最高です。油の臭み全くありません、おすすめです。続いてこちら、北海道産玉ねぎ 5kg 入って598円です。こちらもね、我が家の定番ストック食材となっています。日持ちするので助かります。お味噌汁に入れたり、炒め物に入れたり、ハンバーグにしたり、とっても美味しいです。甘いですね、北海道産玉ねぎ。はい、続いてこちら、出た生鮮風味牛乳ユフインの香り 1000ml が3本入って588円です。もうね、言わずもがな、毎回買う、そして足りない。はい、これ以降は全て初購入の商品を紹介します。要チェックです。はい、まずこちら、チチヤスヨーグルトアソートパックです。3種類それぞれ8個ずつ入って748円です。とてもお買い得ですよね。3種類はこちら、低糖ヨーグルト、クラシックヨーグルト、そして無添加ハニーヨーグルトです。それぞれね、食べてみましたが、低糖ヨーグルトはあっさりめな感じで、クラシックヨーグルトはね、とてもミルク感が強い感じがしました。
無添加ハニーヨーグルトが一番お気に入りだったんですが、自然な甘みでね、美味しかったです。続いてこちらです。シーアスパラガス 300g 入って798円です。見た目はね、その名の通り小さなアスパラガスって感じです。夫が試食をして美味しいと言ったので購入を決めました。こちら海水で成長する植物なので、素材自体が塩味なんです。なので生のままでも味がついている。でも私はごま油でさっと炒めるのが好きでした。他に調味料はいりません。とっても美味しかったです。続きましてこちら、本格芋焼酎ダイヤメ 1.8 リットルで1968円です。こちらの商品 IWSC インターナショナルワイン&スピリッツコンペティションで最高賞を受賞した商品です。パッケージにライチのような香りと書いてありましたが、本当にその通りで、芋焼酎とは思えない甘い香りがしました。はい、そしてこちら EOS 100% ナチュラルシアリップ、3種類がそれぞれ2本ずつ入って合計6本、2780円の商品です。これまでドクターブロナーのね、リップバームを使っていたんですが、それがラスト1本になったのでこちらを購入してみました。これね、オーガニックとかシアとか本当最高なんですけど、正直私掛け買いしちゃいました。とても可愛いですよね。匂いは3種類、ストロベリーシャーベット、そしてスイートミント、ザクロ&ラズベリーです。裏面の説明文は基本的に英語でした。潤いが長く続きます。動物実験してません。防腐剤、過疎剤使ってません。グルテンフリーですよ。こんなことが書いてありました。とっても魅力的な商品です。ちょっと開けてみます。はい、こんな感じで中身出てきました。6本並べても可愛い。どれどれ、ちょっと見てみましょう。ここにね、 EOS と企業のロゴが入ってますね。ほんといい香りで、開けた瞬間甘い香りがします。まあリップバームなのでもちろん無色、中身は白色です。こちらはストロベリーシャーベットです。本当に甘くて女の子の香りって感じです。続いてスイートミント、こちらも可愛いですね。中身は同様こんな感じで白いリップバームになってます。ミントって言ってもそんなスースーした感じは強くなくて、いい匂いでした。続いてこちらはザクロ&ラズベリー、甘い香りが漂います。これも中身は同じ白ですね。こんな感じ、なんていうんだろう、ちょっとワセリンみたいな感じに似てるのかな。はい、こんな感じでパッケージも可愛いですし、塗り心地もスルスルと塗れてベタつかずとっても良かったんですが、甘い香りが苦手っていう人はあまり好きじゃないかもしれません。香りが結構ね、甘くて強めでした。私はね、好きです。はい、というわけで今回は 22,102 円分購入しました。いっぱいまとめ買いしたりするときとか、人に頼まれたものを購入したりするときに比べたら少し少なめの金額でした。でも必要なものは買えたので大満足です。ぜひ参考にしてください。はい、それでは続きまして小分け作業です。レッツスタート。まずは豚バラ肉です。以前まとめ買いをした時のひたすら小分け作業の動画で、夫がグラム数を測ってくれていましたが、私はグラム数は測りません。だいたい 3,4 枚ずつかなみたいな感じで、一口大に切り分けてジップロックに入れていきます。しらす干しは平べったくしてジップロックで保存しておくと、使いたい分だけパキッと折って使うことができます。フロランタンはこんな風に1枚ずつラップにくるんで、最後に大きなジップロックに入れて保存しています。解凍するときは自然解凍です。はい、というわけでこんな感じで小分け作業が完了しました。しばらく冷凍庫のストックが潤います。皆さんもぜひ参考にしてみてください。今日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして高評価もお願いします。以上ピオリナでした。バイバーイ。バイバーイ。